中国の製造業は近頃エネルギー価格の高騰や中国共産党・中共政府による二酸化炭素 CO2 排出量問題の解決命令など大きな圧力に直面している。 世界最大の汚染国として習近平は2030年に CO2 排出量はピークに達しそれ以降は排出量を削減し始め2060年までに中国のカーボンニュートラル CO2 排出実質ゼロの目標を達成すると約束した。 エネルギー・クリーンエア研究センタークレアが5月に発表した調査報告によると中国の CO2 排出量は2021年第一四半期にインフラや建設業の活動によって過去最高を記録しこれは過去10年余りで最速の増加率だという。 中共政府は今年 GDP 単位あたりのエネルギー消費量エネルギー強度を3%削減する目標を自ら設定したがこれはつまり各省に経済生産量単位あたりの化石燃料の使用量を削減するよう要請していることを意味する石炭による発電を減少させることもその一例となる現在20の省で電力制限措置が実施されている。 鉄鋼・セメント化学工業品ソーラーパネルなどの高エネルギー消費かつ高汚染の産業では電力制限や生産停止に直面している生産制限や供給不足により鉄鋼セメントアルミニウムオーリンなどの原材料の価格が上昇し一部の製品価格は急騰したまた生産制限により納入期間が長引き注文納期に大きな圧力がかかっている 工業用電力の消費が制限される中東北山省などで電力供給制限が行われこれらの地域では夜間の気温が10度を下回り一部の住民は非電化製の暖房設備さえ不足している中京関営メディア中京中央テレビ CCTV は東北部の一部の地域での深刻な電力不足はしばらく続くだろうと報じた。 さらに突然の停電で住民がエレベーターに閉じ込められたという報道さえあったオーストラリア最大の投資銀行であるマッコーリ銀行の中国経済調査部門責任者であるラリー・フー氏は9月27日に発表した調査報告で中国経済は消費者部門よりも工業部門に頼って回っており加えて工業部門のエネルギー消費量は消費者部門よりもはるかに高いと述べた。 さらに問題なのは石炭の採掘制限により採掘量が減少し石炭価格が高騰していることであるラリー風紙によると主に発電に使われる石炭の価格は今年1トンあたり671元約1万1500円から約1100元約1万9000円に急騰しているという。 海外の人々は世界経済が疫病のパンデミックから脱却するにつれ中国製商品の需要が急増しても電力供給不足が世界的な商品不足をもたらすことに気がついている。CNN は9月28日国際的な主要サプライヤーは供給不足や世界的な水上輸送の遅延の影響に備え始めていると報じた。 アップル社の iPhone の部品製造と組み立てを行っている台湾企業のペガトロン社は中京の地方政府と協力して省エネルギーメカニズムを起動し生産を削減していると表明したペガトロン社は高祖省金山市に大規模な工場を持っているが地元政府の電力供給制限措置の影響をまさに受けている業界調査会社カウンターポイントのディレクターデールガイ氏は 電力制限と生産制限は世界的なコンピューターチップ不足ほどの深刻さにはならないとしても自動車や洗濯機から他のあらゆる電子機器まであらゆる製品に衝撃を与え技術サプライチェーンに新たな問題を引き起こす可能性があると語ったまた電力制限政策の影響でエコノミストは今年の中国の経済成長率の予想を下方修正している。 野村券のアナリストは9月24日中国の2021年の経済成長率を地域のエネルギー消費規制や石炭価格の上昇や不足が引き起こした停電のためにより多くの工場が操業を停止せざるを得なかったという理由で従来予想から7.7%に引き下げた。